梶井次郎レモン得体の知れない不吉な塊が私の心を四十押さえつけていた焦燥と言おうか嫌悪と言おうか酒を飲んだ後に二日酔いがあるように酒を毎日飲んでいると二日酔いに相当した時期がやってくるそれが来たのだ これはちょっといけなかった。結果した敗戦語りや神経衰弱がいけないのではない。また、背を焼くような借金などがいけないのではない。いけないのはその不吉な塊だ。以前私を喜ばせたどんな美しい音楽も、どんな美しい詩の一節も辛抱がならなくなった。蓄音機を聴かせてもらいにわざわざ出かけていっても、 最初の2、3小節で不意に立ち上がってしまいたくなる。何かが私をいたたまらずさせるのだ。それで始終私は町から町を不老し続けていた。なぜだかその頃私はみすぼらしくて美しいものに強く引きつけられたのを覚えている。風景にしても壊れかかった町だとか、その町にしても よそよそしい表通りよりもどこか親しみのある汚い洗濯物が干してあったりガラクタが転がしてあったりむさ苦しい部屋が覗いていたりする裏通りが好きであった雨や風が蝕んでやがて土に帰ってしまうといったような趣のある町で土塀が崩れていたり家並みが傾きかかっていたり勢いのいいのは植物だけで時とするとびっくりさせるようなひまわりがあったりカンナが咲いていたりする。 時々私はそんな道を歩きながらふとそこが京都ではなくて京都から何百里も離れた仙台とか長崎とかそのような町へ今自分が来ているのだという錯覚を起こそうと努める私はできることなら京都から逃げ出して誰一人知らないような町へ行ってしまいたかった第一に安静がらんとした旅館の一室 正常な布団。匂いのいいかやと、ノリのよく効いた浴衣。そこで一月ほど、何も思わず横になりたい。願わくは、ここがいつの間にかその街になっているのだったら。錯覚がようやく成功し始めると、私はそれからそれへ、想像の絵の具を塗りつけていく。なんのことはない、私の錯覚と、 壊れかかった町との二重写しである。そして私はその中に現実の私自身を見失うのを楽しんだ。私はまたあの花火というやつが好きになった。花火そのものは第二弾として、あの安っぽい絵の具で赤や紫や木や青や様々な縞模様を持った花火の束、中山寺の星下り、花合戦、 好きそれからネズミ花火というのは一つずつ輪になっていて箱に詰めてあるそんなものが変に私の心をそそったそれからまたビードロという色ガラスで鯛や花を打ち出してあるおはじきが好きになったし軟禁玉が好きになったまたそれをなめてみるのが私にとって何とも言えない凶楽だったのだ あのビードロの味ほどかすかな涼しい味があるものか。私は幼い時よくそれを口に入れては父母に叱られたものだが、その幼児の甘い記憶が大きくなって落ちぶれた私に蘇ってくるせいだろうか、全くあの味にはかすかな爽やかな、なんとなくシびといったような味覚が漂ってくる。察しはつくだろうが、 私にはまるで金がなかった。とはいえ、そんなものを見て少しでも心の動きかけた時の私自身を慰めるためには贅沢ということが必要であった。二千や三千のものといって贅沢なもの。美しいものといって無気力な私の触覚にむしろこびてくるもの。そういったものが自然、私を慰めるのだ。 生活がまだ蝕まだれていなかった以前私の好きであったところは例えば丸ンであった赤や木のオードコロンやオードキニン洒落た切子細工や天下なロココ趣味の浮き模様を持った琥珀色や翡翠色の香水瓶キセル小刀石鹸タバコ私はそんなものを見るのに小一時間も費やすことがあった そして結局一等いい鉛筆を一本買うくらいの贅沢をするのだったしかしここももうその頃の私にとっては重苦しい場所にすぎなかった書籍学生感情台これらは皆借金取りの亡霊のように私には見えるのだったある朝その頃私は 孔の友達から乙の友達へというふうに友達の下宿を転々として暮らしていたのだが友達が学校へ出てしまった後の空虚な空気の中にぽつねんと一人取り残された私はまたそこからさまよいでなければならなかった何かが私を追い立てるそして町から町へ先に行ったような裏通りを歩いたり駄菓子屋の前で立ち止まったり 干物屋の干しエビや棒だらや湯葉を眺めたり、とうとう私は二条の方へ寺町を下がり、そこの果物屋で足を止めた。ここでちょっとその果物屋を紹介したいのだが、その果物屋は私の知っていた範囲で最も好きな店であった。そこは決して立派な店ではなかったのだが、果物屋固有の美しさが最も露骨に感じられた。 果物はかなり勾配の急な台の上に並べてあって、その台というのも古びた黒い漆塗りの板だったように思える。何か華やかな美しい音楽の荒れっ黒の流れが、見る人を石に化したというゴルゴンの奇面的なものを差し付けられて、あんな色彩やあんなボリュームに凝り固まった、というふうに果物は並んでいる。 青物もやはり奥へ行けば行くほどうずく積まれている実際あそこの人参場の美しさなどは素晴らしかったそれから水につけてある豆だとかくわいだとかまたそこの店の美しいのは夜だった寺町通りは一帯に賑やかな通りでといって漢字は東京や大阪よりはずっと住んでいるが 飾り窓の光がおびただしく街路へ流れ出ている。それがどうしたわけか、その店頭の周囲だけが妙に暗いのだ。もともと片方は暗い二条通りに接している街角になっているので、暗いのは当然であったが、その隣家が寺町通りにある家にもかかわらず暗かったのがはっきりしない。しかし、その家が暗くなかったら、あんなにも私を誘惑するには至らなかったと思う。 もう一つはその家の打ち出した日差しなのだがその日差しがぶかにかぶった帽子のひさしのようにこれは形容というよりもおやあそこの店は帽子のひさしをやけに下げているぞと思わせるほどなので日差しの上はこれも真っ暗なのだそう周囲が真っ暗なため店頭につけられたいくつもの伝統が周囲のように浴びせかける絢爛は 周囲の何者にも奪われることなく、欲しいままにも美しい眺めが照らし出されているのだ。裸の伝統が細長いらせん棒をキリキリ目の中へ差し込んでくる往来に立って、また近所にある鍵屋の2階のガラス窓を透かして眺めたこの果物店の眺めほど、その時々の私を鏡がらせたものは寺町の中でも稀だった。その日、 私はいつになくその店で買い物をした。というのはその店には珍しいレモンが出ていたのだ。レモンなどごくありふれている。がその店というのもみすぼらしくはないまでもただ当たり前の八百屋にすぎなかったのでそれまであまり見かけたことはなかった。一体私はあのレモンが好きだ。 レモンエローの絵の具をチューブから絞り出して固めたようなあの単純な色も、それからあの竹の詰まった防水型の格好も。結局私はそれを一つだけ買うことにした。それからの私はどこへどう歩いたのだろう。私は長い間街を歩いていた。始終私の心を押さえつけていた不吉な塊が、 それを握った瞬間からいくらか緩んできたと見えて、私は街の上で非常に幸福であった。あんなにしつこかった憂鬱がそんなものの一家で紛らされる。あるいは不審なことが逆説的な本当であった。それにしても心という奴は何という不可思議な奴だろう。そのレモンの冷たさは例えようもなくよかった。 その頃、私は配線を悪くしていて、いつも体に熱が出た。事実、友達の誰彼に私の熱を見せびらかすために、手の握り合いなどをしてみるのだが、私の手のひらが誰のよりも熱かった。その熱いせいだったのだろう、握っている手のひらから身内に染み通っていくようなその冷たさは快いものだった。 私は何度も何度もその果実を花に持って行っては書いてみたそれの産地だというカリフォルニアが想像に上ってくる漢文で習った「売還者」の言の中に書いてあった「花を打つ」という言葉がキレ切レに浮かんでくるそして深々と胸いっぱいににおやかな空気を吸い込めばついぞ胸いっぱいに呼吸したことのなかった私の体や顔には 温かい血のほとぼりが昇ってきてなんだか身内に元気が目覚めてきたのだった実際あんな単純な霊覚や触覚や嗅覚や視覚がずっと昔からこればかり探していたのだと言いたくなったほど私にしっくりしたなんて私は不思議に思えるそれがあの頃のことなんだから私はもう 往来を軽やかな興奮に弾んで、一種誇りかな気持ちさえ感じながら、美的装束をして街をか歩した詩人のことなど思い浮かべては歩いていた。汚れた手ぬぐいの上へ乗せてみたり、マントの上へあてがったり見たりして、色の反映を測ったり、また、こんなことを思ったり。つまりはこの重さなんだな。その重さこそ、 常々尋ねあぐんでいたもので疑いもなくこの重さはすべての良いものすべての美しいものを重量に換算してきた重さであるとか思い上がった解約心からそんな馬鹿げたことを考えてみたり何がさて私は幸福だったのだどこをどう歩いたのだろう私が最後に立ったのは丸善の前だった平常をあんなに避けていた丸善が その時の私には、やすやすと入れるように思えた。今日は一つ、入ってみてやろう。そうして私はずかずか入っていった。しかし、どうしたことだろう。私の心を満たしていた幸福な感情はだんだん逃げていった。香水の瓶にも着せるにも、私の心はのしかかっては行かなかった。憂鬱が立てこめてくる。 私は歩き回った疲労が出てきたのだと思った。私は画本の棚の前へ行ってみた。画集の重たいのを取り出すのさえ常に増して力がいるなと思った。しかし私は一冊ずつ抜き出しては見る。そして開けては見るのだが克明にはぐっていく気持ちはさらに湧いてこない。しかも呪われたことにはまた次の一冊を引き出してくる。それも同じことだ。 それでいて一度パラパラとやってみなくては気が済まないのだ。それ以上はたまらなくなってそこへ置いてしまう。以前の位置へ戻すことさえできない。私は幾度もそれを繰り返した。とうとうおしまいには日頃から大好きだったアングルの橙色の重い本までなお一層の耐え難さのために置いてしまった。なんという呪われたことだ。手の筋肉に疲労が残っている。 私は憂鬱になってしまって自分が抜いたまま積み重ねた本の群れを眺めていた以前にはあんなに私を引きつけた画本がどうしたことだろう一枚一枚に目をさらし終わって後さてあまりに尋常な周囲を見渡す時のあの変にそぐわない気持ちを私は以前には好んで味わっていたものであった あそうだそうだ。その時私はたもの中のレモンを思い出した。本の色彩をごちゃごちゃに積み上げて、一度このレモンで試してみたら、そうだ。私にまた先ほどの軽やかな興奮が返ってきた。私は手当たり次第に積み上げ、また慌ただしく潰し、また慌ただしく築き上げた。新しく引き抜いて付け加えたり、取り去ったりした。 機械な幻想的な城がその度に赤くなったり青くなったりしたやっとそれは出来上がったそして軽く踊り上がる心を制しながらその城壁の頂に恐る恐るレモンを据えつけたそしてそれは上出来だった見渡すとそのレモンの色彩はガチャガチャした色の階調をひっそりと 防水系の体の中へ吸収してしまってカーンとさえかえっていた私は埃りっぽい丸ンの中の空気がそのレモンの周囲だけ変に緊張しているような気がした私はしばらくそれを眺めていた不意に第二のアイディアが起こったその奇妙な企みはむしろ私をぎょっとさせた それをそのままにしておいて、私は何食わぬ顔をして外へ出る。私は変にくすぐったい気持ちがした。出て行こうかな。そうだ、出て行こう。そして私はすたすた出て行った。変にくすぐったい気持ちが町の上の私をほほ笑ませた。丸善の棚へ、 小金祈のり輝く恐ろしい爆弾を仕掛けてきた機械な悪巻が私で、もう十分後にはあの丸ンが美術の棚を中心として大爆発をするのだったらどんなに面白いだろう。私はこの想像を熱心に追求した。そうしたらあの気詰まりな丸ンもこっぱみじんだろう。そして私は、 活動写真の看板画が,が期待な趣で街を彩っている峡谷を下っていった。